久保さん世の中、金が全てにしましょうか。まあ、さっきね、ちょっと講義の方新しく作ってて、まあ、世の中、金が全てみたいなね、<laughs> 作ったんですけど、まあ、あのお金が回ってる世の中で生きてるので、あのそれを否定するんだったら違う世の中で生きてくださいって話ですよね。もうシンプルに言ってしまうと。電気、ガス、水道。 ガスを提供してる会社があって、ガス会社で働いてるところがあって、で、えー、そのガスを提供していただくから、ね、今日,朝今日も朝風呂入りましたけど、あの、お湯を沸かせてね、温かいあのお風呂に入れると。でもガスを提供してくれなかったら、あの、なんだ、温かい風呂に入れないと、うん。まあね、今電気で沸かす風呂もあるのかな。まあ大体でもガスが多いと思うんですけどね、まあ、風呂は。うん だからあの、なんですかね、あの、僕が好きな、あの、あの、社長。えー、っと、宇宙、北海道、会社、社長。上松さんなんだ上松さんか。この、上松、上松社長。この人の講演で、 なんだランボル、なんか、ランボルギーニが出てくるんですよね。テッドだったかな。うん、で、これは、これは、なんで買えるんでしょうかね。お金があるから買えるんでしょうかみたいな問いがあるんですよ。お金があるからこれ買えるんですかと。ランボルギーニ買えるんですかと。フェラーリ買えるんですかと。違いますよねと。作ってくれる人がいるからですよ。っていう。これは深い話なんですけどね。お金があっても作ってくれる人がいなかったら、 ね、なんだあの買えないよっていうあのなんだ乗れないよって話でお金があってもガスを提供してくれる人がいなければガスは提供されないしそでその提供してあの提供してもらう人のために提供してもらう人にそのねあのお金っていう形の方が一番分かりやすいしシンプルだし それ一番いいいっていう話ですよもともとお金っていうのはもともとなくて物々交換からじゃないですか。でその物々交換してるよりお金っていう方がいろいろに変換できるからだから最初はそのね肉を提供して魚が欲しくてあのなんだあの肉と魚を交換してたけどうんなんだ途中で気が変わってね あのお金だったらね途中で気が変わってやっぱ魚じゃなくてやっぱあの鳥食いたいなっって鳥に変えられるわけじゃないですかだからお金の方が汎用性が効くっていうことですよねうん途中で気が変わって、あのー、鳥に変えられるわけじゃないですか魚もらっても <laughs> まあお金だったらねら汎用性が効くからっていうところでなんかまあお金みたいにできたみたいなねなんかありますけどうん あまあ、お金っていうのは、結局その人の、あの、どういう気持ちなのか、お金に対してどういう気持ちを持ってるのかっていう、うん、お金を払うことが悪いことだ。お金を儲けることは悪いことだ。じゃあ神社にお金を入れる理由って何ですかと。気持ちですよね。気持ちじゃないですか。神社にお金をこう投げるのって気持ちですよね。感謝の気持ちだったりとかね。 うん、その感謝の気持ちがお金なのか物のなのか何なのかっていうまあいろいろ変わってくるんだけどもそれのもう相対関係の交換いろいろな交換がされてるっていうだけの話で、うん、だからなんかその僕はその仏教とか宗教とかそのエホバの商人さんとかもそうなんですけどやっぱなんですかねこうじゃないといけないっていう決めつけが結構あるので,でそれはまあその宗教団体に入団させたいっていうね 思思惑があると思うんですよだからそのエホバの商人さんからもらったパンフレットとかは何ですかねあの他のその宗教は悪だみたいなねなんかそういうパンフレットもあってたんですけど <laughs> だからこのイエス・キリストの教えだけがもう歴史上最もあのまあそれは事実だと思うんですよ。歴史上多分一番まあ聖書っていうのは読み継がれてると思うんですけどでも時代変わってますからね別に <laughs>。 まあ確かにその事実はあるし、いいことは書いてる。そこは否定しないけども。だから、それが全てであると。うん。なんか、まあそういう風な、なんか、僕はそこがあんま好きじゃないんですよね。うん。いや、こういう聖書はあって、こういういい教えはあるんだけど、時代も変わってるから、臨機応変に使えばいいよっていう、それだったらいいと思うんですよ。いろんな考え方もあるし、いろんな民族、いろんな人種もあるし、いろんな国のルールもあるし。ただ、この聖書を、 自分が生きやすいように解釈して受け取って、で、行きやすいように作る、あの、やればいいと。別に入らなくてもいいし、ね。なんかまあ、それでいいと思うんですよね。だから僕も商品セールスしてますけども、買いたい人が買えばいいんですよ。でもちろん買わせるようにはしますけども、買わせるようにしても買わない人は買わないんで。<laughs> って話で <laughs>。 どんだけ僕がその動画で熱狂的にセールスしても買わない人は買わないですからね久保さんがどんだけ速こ塾いいですよっつっても買わない人は買わないですからそれはそれでいいじゃないですか買わないんだから、うん、買う人にしっかりと買ってくれた人に対して提供してねサポートすればいいだけの話なんで、うん、はいいってらっしゃい